の子たちや住民が犠牲となっているガザ地区の状況は、な沖縄戦の記憶と重なり、多くの県民が心を痛めている県議会は今日の最終本会議で、イスラム組織ハマスとイス,ラエルイスラエルによる戦闘が続くパレスチナ自治区ガザにおいて、双方に対し、即時の人道的停戦に応じることなどを求める決議案を全会一致で可決しました。 きょうの本会議ではこのほか県企業局が水を供給する28市町村の水道用水の料金を来年10月から段階的に引き上げるための条例案を与党の賛成多数で可決しています。